久々にゲームをつけてみよう。ほこりやん。出てこない。オフの日ってこんな感じ。私のオフの日ってこんな感じ。なっちゃんハートありがとう。ゴロゴロスペース確保してた。経費今日までだけど、ちょっと滑り込みでさ、滑り込むよ。私は頑張って頑張ってどうにか滑り込むぜ。なんかプリプリしてるような気がする。そう、今日まで、5日までなの。マリーさん、キノコありがとう。くしゃくしゃレシート。なんかほっぺがプニプニしてるっぽいから髪の毛で隠す。あ、私ほんといつまでいつでも寝落ちできるもん。小人さん、ミラブーありがとう。小型ペンギンさん、キノコのリス、キノコとリスありがとう。なんでバリーさん、キノコもありがとう。福ちゃんもキノコありがとう。フォーユーさんもハートありがとう。手はグー。わー、福ちゃんキノコありがとう。バリーさんもキノコありがとう。おやっきーさんもキノコありがとう。あー、オフってこんな感じ。フォーユーさん、キノコありがとう。フリッツとかわいい。え、本当にもうずっと私今日は脳が起きてない。今日はずっと、もう白菜。寝てみてバンされるか検証してもいい。そう、脳がもうって言って、それタワーなんじゃない。福ちゃん、ミラボーたくさんありがとう。小型ペンギンさん。スクショの仕方やば。プニプニがさ、加速してない私。やばい、トペンギンさんもふっちゃんも見ればいい。そうじゃん、目をつむると離席っていうさ。そうだった私たち。山猫ポーズさん、ウケるー、ありがとう。かわいい。違うよ、プリプリがかわいいの。プリプリの方がいい。
ねえねえ、人差し指さ逆向きになってめっちゃ痛いんよ。なんか多分本当にこんな顔の赤ちゃんいるよね。始皇帝ペンギン。めっちゃ面白い、始皇帝になっちゃった。めっちゃ偉い。バディーズさんハートありがとう。タワーの俺、そう、かけてなかった。今ここ最近頑張って、キュー待ってて。確かに逆向きに塗るような、塗る絆創膏とかがいいのかな。かっこいい。これからさ秋冬になって乾燥の季節が来る。こちょこちょ私さ頑張れば効かないかも。ちょっとやぐ。コミトさんキノコありがとう。キノコ、キノコの子はなんか元気の子。通知オンにした。逆向きや、はあ、それいいね。ねえねえ、今もう暦の上では秋なんだよね。目を開けたまんま寝ていたわけではありませんよ。いけるいけるいける。ねえねえ、休みなんて言ってないよ。え、8月8日が立秋。え、いやもうめっちゃ秋じゃん。七並べ今夜はいっぱいしよ。もう秋なのよね。眠い、やばい。こうだいぶ前から秋だった。この身では晩秋フリーズしたのかと思った。もう目を開けて寝ていたかも。わあ、ルーカスさんウケる、笑いだけありがとう。笑いだ、ルックスキノコありがとう。11月8日からが冬。聞いてくる。食費の生産頑張る。食費の生産絶対するから。寝てくださいすやん。いってらっしゃいよ。待ってるよ。フリーズドッキリ上手。私がさみんなのお家のペットとかだったらさ、これ今ペットカメラ、ペット今あ眠いんだなって。この配信は何時までしようか。好きなだけする。ハワイとはチゴがちたい焼き。ワン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 。ペットカメラ右下のボタンを押すと餌が出る。あ、やだ餌だ。たい焼きも餌だった。
やばい、おたあめさん、キノコ、餌だ、やばい。本当に私ペットになってる。黒たぬきさん、たい焼きありがとう。キヨニーもキノコありがとう。やばい、餌が来た。餌の種類増えた。たい焼きだけかと思ったらキノコも。おたあめさんありがとう。めんこ先生、キノコ。あら、19時半は、あらと言っても1時間半起きてるかな。テイカーさん、たい焼き。ふたあめさん、氷。あ、氷もあるのか。フォーユーさん、キノコ、氷も。ありがとう。食べ合わせ、すごい。筋トレしながら見てる、えらい。19時半に備えておめかしせんとって思ったけど、メイクしたくない。ふたあめさん結婚して、ご飯ですか、結婚して、っておいしい、食べられる。福ちゃん、たい焼き、ありがとう。たい焼き、うわー眠っちゃいそうだよ。寝落ちとかってさ、どうやってわかるんかな。あ、この子寝落ちしたとかさ、わかるもんなのかな。プニプニ、ご飯、うん、結婚詐欺、ご飯だよ。わさびか。ホワイトはチコがチキノコありがとう。5分だけ寝てみる。いい、じゃあ寝言だけで配信する。やらないことがたくさん、やらないといけないことがたくさんあって、ご飯作ってる間に寝ててくださいって。藤やんさん、たい焼きありがとう。昨日はご結婚祝いでお食事って時、いろんな結婚のねお話をしたんですよ。でなんか結婚って結婚ってなんかずっとその人と一緒にいないといけないわけじゃないですか。だからそれは大変だっていう話になって、で私ああって思った。あー、美味しいご飯を食べさせてくださいと思って、そしたらあ、ママみたいな人と結婚したい。ママみたいな人と結婚したいと思った。私なんか常にママとだったら普通に常に一緒にいれるしと思って、ああだったらママみたいな人と結婚したい、あーご飯、美味しいご飯作ってくれる人がいいな。うん、あー安らぎか、ドキドキと安らぎか。メール9つも止まってた。なんでメールテロしちゃった。パパじゃないね。そう、ママみたいな人と結婚したい。そう。でもさ、ママだってさ、すごい頑張ってくれてるじゃん。ご飯も、お洗濯も、お掃除も。ありがたい。
美味しいご飯を作ってくれる人がいいかも。でちょっと洗濯してくれる人で、お掃除が得意な人で、寝てても許してくれる人一生寝てても許してくれる人いいよね。パパも頑張った。確かにパパは確かにそうね。いるのかな、みんなは家事好き、逆専業主婦紐ですね。私結婚できなさそうだよ。私今日も君は可愛すぎて泣いちゃう。泣かないで、にゃむにゃむ。うん、ご飯とお掃除が得意で寝てても許してくれる人。一生寝てたらどう？私が一緒にご飯作ろうや。あ、それならいいかも。お手伝い程度ならママやん、マジママじゃないか。それならいいよ。たい焼きじゃない、ハンバーグ。あ、1日4時間は確かに起きてるから大丈夫。確かにお互いは感謝し、あ、お金持ちさんをやったのか。毎日美味しいご飯作るよ、優しい。ほんと台所味付け頑張ってくれる。あー、次におやすみ。小遣い制。でも私そんな物欲ないからな。家事とかメルカリで生きていきたい。ちょ、メルカリで稼ぐってこと？もうロボットがいいかも。毎日驚くご飯作ってくれる。美味しかったら最高。専業主婦。3食おやつ全部 TKG だって。何、おっさん喉におっさんがいるの。おっさん、三つ星レストラン主婦パートナー。おお、三つ星シェフ。いい。あ、小坊さんみたいな感じ。おっさんになるんだ。いろいろあるんだ、私小坊さん。犬は、実家に犬がいます。確かに。褒めてくれる人がいいね。褒められると伸びる。あ、洗い物は、洗濯好き？ならもうお任せします。あ、結構みんな私の求める条件にぴったりじゃないですか。確かに家ではあんまり料理凝ったりしなさそう。お店では凝るけどみたいな。やっほー。でも私お掃除、あ、お料理できないよ。あ、でも頑張ろうと思えばできる。でも私の舌って肥やした方がいいのかな。すごい、5日前のステーキがパスタに。ステーキがパスタ。確かに。このあとすぐレシート生産するんだろうな。その言い方はどうだろう。
私今さ、もやしの上に豚肉が乗ってて、それなんか蒸されてて、その上からポン酢と黒胡椒かけて食べるやつ食べたい。あれセブンに売ってるやつ。わかった？それ生産せないけん。みずき結婚して。手が滑った。本当にそうなるの？手が滑りすぎだよ。私昼の3時ぐらいからずっと生産の現実逃避してるよ。昼の3時もあーってベッドの上にゴロゴロしながら、あー生産書生産書かなきゃ、あーでも眠いな、ちょっと寝てみようかな、あれ4時半だ、こんな感じでした。はあ、小型ペンギンさんファイトありがとう。うん、ファイト一発頑張らなきゃ。もう小型ペンギンさん、キノコタワー、キノコタワー、でもやる気を出すための配信だよ。みんなとおしゃべりして、うん、元気になって心から、うん、ナポリ生産いいね。生きてる、え、ごめん、上手が、あ、生きてるだけで偉いけど、生産するからもっとちょっと偉い。あ、い、褒め上手ね。でもね、私あれだよ、ね、お部屋の片付けもしないと。なぜかというと、ちょっと乱れてる。一旦寝るか。こんばんは。でも腹筋もしたい。あ、厳しい。起きろ工藤。情けないやつ。寝れる、寝れちゃうよこんなの。あくびしちゃった。じゃあ福ちゃん、きのこありがとう。逃避しちゃう。ウッポさん、ミラボー、ありがとう。携帯ぶん投げちゃダメよ。大好き、かんすきわたらんさん、ペンライトありがとう。チキンやろ、七人の、わっ、あ、え、なになに、あ、じゃあ寝と、ね、これなにこれ、
ームが…なんかさ、可愛かった。飲み行ってきます、またね。投げ逃げ、飲みとかじゃないんじゃない、もうさ、何各国のなんかもう偉い人の首脳会談とかなんじゃない。首脳会談じゃん。スクショスクショ頑張って、スクショした。すごい。レミいける。待って、ネミーとか言いながらさ、コロコロしてることをさ、今全世界に発信してるんだよ私。ネミーアイドルの裏側だってさ、6時半、平日の6時半にもなってもさ、ネミーって言ってゴロゴロしてるんだよ。チキンヤロンの何なのか、ロウソクありがとう。こんな配信にタワーが立つなんて申し訳ないよ。見てくれてるだけでもありがたいのに、各国の首脳と、そうだよ、高雪さん、レインボースターリカ、小型ペンギンさんもファイトありがとう。ファイト優しい。でも私もこんな、みんなもさ、もしかしたらさ、休日こうなっちゃうみたいなさ、ことあるかもしれないじゃん。人徳あんにゃん通常営業。あーって、僕の推してるアイドルもこんな感じだから、僕がダラダラするのは悪くないなと思ってほしい。大好き神崎渡郎さん、ハートありがとう。優しいね、みんな共感半端ないか。生きてるか工藤って。生きてんで。でも今日久々になんか一日中寝てた感じ。今まで結構実家にいても、まあ確かに寝るのは寝てたけど、でもあんまりさ、なんかそんな一人でみたいな、ないじゃん。ちょっと待って、ダダ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 ダ。ポケモン、ポケモンの鳴き声こんな感じありそう。起きるか、さて起きるか。なんか本当になんか眠そうな人の顔してして起きるか。ダダこねないで、ボサボサ。今私さっ
そう、背中にちょうちょいう、これナナさんのファンクラブの T シャツ、うん、眠いけど起きてきたよ、みんなと話して絶対さ、夜覚醒する。リコッチ見てたら1週間サボってた腹筋ローラーしないとって思えたわ。どういう意味、こんなになり、こんな感じになりたくない。反面教師、私もしなきゃしようと思ってた腹筋。よし、分かった、レシートをまとめる。ボサボサ、そっか、うん、おはよう、おはよう、やる気スイッチが、またペンギンさんファイトありがとう。レシート見せて、どのくらいでも。あともう一丁ある、あっちにあって取れない。あっちにあって取れない。わたあめさん、ハートありがとう。フリマルおばかさん、キノピオありがとう。ふくちゃんも、リコ、間違えた、キノコリス、リコって言っちゃった。リコじゃない、この子、キノコリスはリコちゃんなの。ありがとう。大好き神崎わたろうさん、ハートありがとう。平日の夕方6時半に、優しい、肌きれい、優しい、コロコロ、うん、立ちたくない気持ちわかる。優しい、なんかさ、絶対幼稚園の先生になれるよね。レシート見せてみてって言って、書かせる大作戦でしょ。あ、ちょっとその気にさせる作戦みたいな。よいしょ、これとこれ、これとこれが今のところのまとめてたやつだけど、その中からまた選別するの。仕事終わった後癒される。立ちころ、え、立ちころ偉い、誘導うまくない。生産しないとさ、自腹になる。そう、おはようございます。思ったより少ない、いけるぞ工藤。うまくない、ほら、あとちょっと、あとは腰を浮かすだけ、うまくない？にゃんにゃーん、テイカーさん、ファイト、ありがとう。え、じゃあリコチならすぐ終わる、優しい。じゃあさ、テトリス勝負だけしてからやっていい？この女終わりや、この女はもう。あれ、テトリスどこ？なんじゃそれ。アプリで読み込められない。逃げた。え、先ほど、え、領収書？
切りました。うちの会社は、あれ35分私締め切り、やばい、締め切られた、出せないねねえ面白いんだけど。じゃあちょっとテトリス、そうテトリス頭使うからさ、終わらせてからやりなさい。すーぐ道外れるんだから。みんな優しいんだけど、終わりや、言葉やる、もう違うこと、現実逃避がすごい。そう前髪切ったんだよね。テトリスってロシア生まれだよ。そう日付順で生産提出でもて、うん、きっといっぱいできた。今日提出する8月分ですね。8月です。ひき肉ですのイントネーションで言ってみた。ちょっとだけよダラダラにも程があるやろ。確かに片付けてたら本とか読んじゃうタイプだよ。頭をねテトリスで起こすんです。まずはこれは S、 S がいいの絶対ちょっとだけって言っておきながら2時間だよね。ハンデはもう激辛で、 S とテイの戦いでございます。テトリスの後は七並べと予想。七並べ絶対9時からするから、ビシシ始まりました。んご久々にするかもけど劣っていませんね。テトリスよ。ああ、ホールド。やだ、ナイスだよ。テトリスよ。テトリス、あ、いらっしゃ。私って本当に怠惰な人間だけど、やるときはやるよ。リップクリーム、やばいんご、どこにも行けないんご。何するのよ。やばい、すい、スピニング、もう負け確だよ。テイとは違って私全然自主練してこなかったから。危ない、やばい、チキンやろ。7位の氷ありがとう。日付順にね、まずは絵でもなんかワンちゃんママがやってくれてるかもしれないの。それをママって偉大だよね。私さ、工藤理子家を買うっていうし企画やってほしいの、 STU チャンネルで。私本当に、あん、私本当に広島にママとつぶちゃんとボボちゃんで暮らせるお家が欲しい。工藤理子家を買う、すごい。家をもらうがいいな。そんな買えませんよ。物件を見るあれがしたいな。
れなし。おしまいです。つんだもちつんだもち、あい、つんだもち、かゆい背中が。工藤理子、家をもらう。負けました。背中が痒くなった。負けた途端積んだ餅ただいま、みんな頑張って稼ぐんやで、頑張りますで。小屋さんはどれくらいで、うん面白い。いい、車を買う以上ですね。あ、部屋を借りる、部屋を借りるがいいね。ホワイトチコガチたい焼き、ありがとう。マネージャーさんもきっとさ、この配信見て絶対呆れてるよ。石炭の日なの、アーナの日だ。めっちゃ面白い。積んだ餅、え、ハワイ、確かにハワイでもさ、ハワイの別荘、現実へようこそ。ただいま。暑くなってきた。この部屋暑い、それとも私。小型ペンギンさん、ファイトありがとう。え、家賃そんなん、ちょーダメだ。あー、現実だ。家賃3万円で住めないかな、どこかねえ、本当にうだうだしちゃうかも。嬉しいと。確かにタワマンの最上階、どんな、うん、体が熱くなったら寝る手前。え、眠いから熱いのかな私。キャンピングカーは確かに。クックンワイプさん結婚し、わーわーわー、今これが私の答えです。わーわーわー。じゃあもう一試合する。一旦アイス食べていい？本当に食べたい。確かに犬もさ、寝る前の耳ってめっちゃあったかいよね。もうさ、みんなも呆れて、はぁリコチ、そんな感じで配信見てない？呆れてる？まだ私のこと見捨てないで。 Tスピンできるようになりたいのけど全然できないよ。テトリスにテトリス返しすな。ホールドすな。でもこんなんで呆れてたら多分ここまでみんなついてきてないよね、多分だけど。もう以前からずっとこんな調子じゃん、配信、私の配信すごいよ。みんな私のことを寛容な心で受け入れてくれて。
きだよ。長いの切って。長いの、長いのがいいの。おっす、いいものをあげる。長いのください。長いのください。お、肩。え、親父ギャグ？親父ギャグだった。長いの来た。長いのがないの？やばい。え、寛大、あ、勝っちゃった。普通に勝っちゃ、長いも来た。福ちゃん、たい焼きありがとう。ホワイトあちご勝ち、ありがとう。たい焼き、しれっと2戦目始めてるんだが。チキンヤロ7人のバカ、愛称ありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。今日1日眠いんでしょ。実はなんでよかったの。オッケー、勝ったし、やるか。だー、私、年の離れた妹、可愛すぎて。え、嫁じゃないの？かかゆい。確かに年の離れた妹感強いかもね。私、アイス食べていいの？え、本当にアイス食べるよ。もう妹やん、私本当に。もううるさい妹がいるんだよねって。食べたら宿題する。ほら妹、チキンヤロ7人のバカ、アイスありがとう。ふたあめさん、結婚して、しょうがない、結婚するか。私の意見はアイス食べたらやるんだよ。どうぞどうぞ。はい。これからまたあと1回、もう1回、もう1回が1時間、2時間、2時間続く。確かに終わってから食べた方、終わってからの方がゆったり味わえるけど、今食べてちょっと幸福感に満たされるっていうあれにしよう。まださ、セブンイレブンでさ買った大きいアイスのやつがさ全然なくなんない。喋り方してる。みんながもう年の離れたさ、お兄ちゃんお姉ちゃんに見えてきた。やばい、もう赤ちゃん帰りしちゃう。やばい、本当にダメよ。私の頭の中のお姉ちゃん、ダメよって言った。あ、もうバニラ出してた。なんかすくう前にすっ、なんかスプーンとかをさ水で濡らすといいんだよね、きっと。わかんないよ、人に言ってるよ。この人適当に喋ってます。
めっちゃそわそわするのかな。明日ってさ、結局どんな企画なんだろうね。しゃ、あ、なんかいっぱい来た。なんかいっぱい。なんかいっぱい来てる。なんかやすくん受けるタワー建てた。わあ、受ける。ちょっと待って、私の目のさ、目のここに受けるって来たんだけど。なんかすごい。わお、高幸さん結婚して。結構。結婚、結婚ガエルってさ、結構泣きそうじゃない？け、え、私のスマホどこ？あ、ここか。結婚、結婚ガエルさんって結構って泣きそうじゃない？福ちゃんミラボありがとう。いい感じになってきた。みんな褒め上手。かき氷でしょう。わたあめさん愛称ありがとう。おりちゃんきのこありがとう。チキンアロー7人のバカミラボありがとう。わたあめさんハート。福ちゃんたい焼き。みずきちゃん、みずき、私もうちゃん付けダメ。尊いありがとうね。ここかゆくなった。あ、日付順にしてくれたの優しい。スターツのいさまさんミラボー、やすくんミラボーの10連、福ちゃんも大量にミラボーありがとう。わたあめさんやすくんハート。福ちゃん、え、ミラボーすごい。福ちゃんたい焼き。わたあめさん音符。はじすけさん氷。やすくんウケるタワーすごいありがとう。怖い。フォーユーさんハート。わたあめさん音符。福ちゃんウケるタワー。受け、あ、受ける、受けるだけさんありがとう。みずき尊いありがとう。やばい、頑張れって。明日の今頃絶対やばいよね。絶対さ、明日はさ、なんかの発表じゃない。わたあめさんハートありがとう。不安だよ。強く書いたらあかんで。わかった分かった。鬼タウン、お兄ちゃん、お兄たん、私リアルお兄ちゃんがいるから、そんなお兄たんとか呼ばない。お米、お米かな。そう、バレンタイン企画だったか。じゃあ今からいただきたいと思います。求婚する。みんながさ、もう背中をすごい力で押してくれたからさ、なんか、マークマン、うまっ。食べ方何？だからさ、自信もあるよ、もしかしたらっていう期待も。でもそれ以上に自分はもしかしたらいうさ、嫌な予感もある。うん、おいしい。わたあめさん、うま、ありがとう。え、タワーくださった方、待っててね。今日いっぱいいただいてる。バリーさんにも、やすくんにも、小型ペンギンさんにも、ありがとう。チョコソースはって、まだチョコスプレー、カラースプレーかけたい。か、今度買ってこよう。何タワーなんだろう。そうね、目指すわ一等賞センター。幸せになろうな。そう、あ、これ業務用です。お茶碗で食べてる
美味しい。はよやれ。かわいいね。はよやれ。くじ引きってやばくない？運じゃん。運使い果たしてない。あ、ジャム塗るのか。いちごジャムあるよ。業務用アイス。うん、ご飯茶碗で食べるアイスが一番美味しい。食べ方が一番気持ち悪い選手権したら私絶対1位。え、私今日さ練乳直飲みしちゃったからもう残ってないんだよね。私ここに練乳かけるのが一番好き。夜はヨーグルト。うん、これアイスなの。アイスなの。今日食料がなくって、でもお家出るあれがなくって、いいやと思って、どうにかこうにかちょっとエネルギー欲しいなと思って練乳直飲みした。そう、私もショールームで練乳直飲みしたらもらえるかな。うん、練乳もらえたら本当に嬉しいんだけど。アイス？優しい。ほう、お金がないのって。アイスしか食べれないぐらい弱っちゃったのって。そんなことないよ。でもペイペイは今日は今月は1万円だけで乗り切るつもりだから頑張る。うん、やばくない？普通に頑張る。私はアイス飲み。じゃーん、ジョジョジョー、しんしんしのすけさん、たい焼きありがとう。明日どうなるんだろう。本当に明日の20時。確かにオートミールと卵はあるから。でも今日は塩分抜きたかったの。練乳を。アイスは主食です。最後の塊。うん、初見ありがとうございます。かわいい。そう、ペイペイ1万円だけで生きる月間だから。ヨーグルトじゃなくてアイス。実はアイスでした。茶碗舐めてもいい？優しい。昨日すごい贅沢なお食事会に行かせていただいて、その時もうこのお皿にたくさんのペーストがさピッピッつけられてるじゃん。そこをさ ねじり取ってまでさ食べたかった。ねじり取ってまで食べたかったけど、さすがにお行儀がお砂糖がって思ったからやめました。私のお砂糖はいい方だと思うよ。ママにちゃんと大切に育てられたと思います。だからちゃんとやめました。でも一人でいるときやっちゃうかもしれない。一人でいるときはよくない？自由だよ。ペローンはしないよ。フォークでビヨーンってする。ごちそうさまでした。うん、痛い目に行くね。うう、そう、あるでしょ。うん、なんか披露宴とかもなくって、普通にコイラジのメンバーで
おめでとうございますってした。わあ、じゃあレシート頑張るぞー。そう、お砂糖が知れる。ううん、コイラジのコイラジのあの木村彩子さんのご結婚のお祝いだよ。つぶちゃんに憑依してもらうか。そしたらもうめっちゃ綺麗になる。小型ペンギンさん、ファイト優しい。ずっと見守ってくれてる、うだうだりこちゃんを。下落ちの久間さん、ファイト、ありがとう。優しい、頑張る。テトリスする？ほら誘惑してる、みんな。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメ、ダメだよ。ほら、みんなが言ってる。私のいろんな人格の中からみんながダメだよって言ってる。誘惑に向かって。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。ほら、いろんな人格がダメだよって言ってるでしょ。ああ、頑張ります。まずは、おお、明日のスケジュール来た。スケジュールっていうか、なるほど、午前中のスケジュールが来た。配信のスケジュールはまだです。多分ね、あれじゃない、みんな頑張って考えてると思う。かゆい鼻が。ホワイトはチコガチ、ファイト、ありがとう。ハートもありがとうね。フォユーさんハート、フリマロバガさんもハートありがとう。やるしかない、やるしかない。よし、8月のスケジュール的にはここは出ませんな。あ、ここは出るんじゃないでしょうか。でやっていくんです、予定。8月はい、探しましょう。そしたら私1位になれるんだわ。ん、もう見つかったかも。こっちか。あ、ダメかな。大声コンテストに出場する。あ、これだな。これ大阪府のセブンイレブンとか使ってるよ。ね。今日使うペンはこれ。画面固まってた？大丈夫？読みやすく丁寧に書きます。名前を書きます。
生産します。もう私はやるってなったらやるんだから。そう、ちゃんとね、敬意を持って、敬意じゃない、敬意を持って。誰？何時から？これは10時55から。昼食。勘助バトロンさん、渡辺さん、リコチーロペンライトリア生産頑張る。レシートに貼ります。あ、レシートを貼ります。僕じいさん、キノコありがとう。キノピオ。次はここかな。大好き神崎渡郎さん、バラありがとう。ね、大変だよ。敬意を持って、経費生産。見てくださる方がね、にやっぱりありがとうの気持ちを込めるには、やっぱり丁寧に書くことが大事だよね。多分だけど、こっち。ない。じゃあこっち。なさそう。セーフありました。これ大丈夫だよね。オーケー。セーフ。バーディーズさんありがとう。キノコ。新曲 MV 見たい。どうにか。
冷やし中華の、もうさあれさあ、え、あれ冷やし中華じゃなくてあれだ、きしめんだよ、きしめん。いまだにさあ辛いもん。あれが出てたらまあいいよ、それ以上に美味しかったんだもん。きしめん、きしめん、きしめんは経費の生産の時になくて、でも生産するぞって勢いできしめん買ったけど、なんか出せなかったから。昼食、そう、700円。大きいよね。これはで、このペンめっちゃ書きやすい、めっちゃ書きやすいからめっちゃ経費にやって、経費の紙一回青いペンで書いたことがあって、ダメですよ黒いペンで書いてくださいねって言われたから、ちゃんと黒いペンで書いて、もう結構もう3年前とかです、4年前よ、3年半前とかかな。わわ、浦部さん、たい焼き、きのこ、きのこリス、受けるだけ、受けるだけありがとう。わわ、でこっからですね、人生方向にさん、キノコリスありがとう。このボールペンめっちゃいい、なんか地球にも優しい素材が使ってるよって。止まってない、もう職人になったの？ついに私は職人になったの？おつこり
ただいま経費の精算中です。食費食費8月29日、もうね終盤ですよ。この日はダメかな。いけるで。諦めんとき。ああ、ぶっかけうどんが食べたい。あ、セブンイレブンのピリッと辛キュウ、めっちゃ美味しいです。きゅうりのね、とりあえず出してみようね。いいことだ。え、そう、ピリッと辛キュウ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいです。あのひじきとかそういう系のコーナーに売ってるんですけど、あのきゅうりのね、一見きゅうりのなんか浅漬けみたいな、めっちゃ美味しいです。なんであんなに美味しいのってぐらい。一本漬けでもないんですけど、めっちゃ美味しい。ああ、この日は特に頑張った日だな。あと桜投げもめっちゃ美味しいけど、なんか、あ、唐辛子まぶしてある。ピッピッピッって。配信で使えば経費ならないよ。経費にならないよ。あー、割とっと。当日は当日。やる気スイッチ入った。そう、アイスとかさ、そう、辛いきゅうり、あ、うどんにいいね。パック入り一本漬けじゃないやつなの。そう、お役目の日とかね、アイスとかは含まれないよ。やる気スイッチ入った。ミニアイス最高じゃないか。お仕事、
やる気スイッチ君のはどこにあるんだろう。あ、見つけてあげるよ君だけのやる気スイッチ。ダメですね、きっとミニストップのすんごいたくさんアイス買ってるんですけど、どれも出ませんね、きっと。ちゃん出しとく。もう私は出てくださるよね、出してくださるよねって気持ちで。お願いお願い。気持ちで貼ってみよう。だって主食がアイスなんだもん。ほんとめっちゃ私生活出すでしょぐらいの気もするね。オッケー。それでは1枚のレシートを計算していきます。おーイエーイ。これが全部出てくれたらの話ですけど、よし、これをね、明日お願いします、押したいと思います。あ、そうじゃん、書くところ忘れてた。ありがとう教えてくれて。全部マルルの名前を承認者として書いておきます。誰この人ってなっちゃう。オッケー。いつも承認してないんだけどなって言われます。オッケー。できたよ。無限テトリスモードに入っていいの？わたやんさん、金魚っ子ありがとう。わたやんさん、たい焼きもありがとう。みゃんこ先生もありがとう。嬉しい。じゃあテトロテトロ、ホワイト
ちこがち、お疲れにとうとうありがとう。ありがとう。仕入れしたら緩くなるかな。ホワイトチョコがち、ありがとう。あ、ごめんなさい。すごい。かわいい。ふくちゃんありがとう。かわいい。キノコの胞子とともに。かわいい。見て。めっちゃかわいかった。ふくちゃん優しい。タワー？ありがとう。優しい。ゆうさん、だるま。ありがとう。ホワイトチョコがち。キノコもたい焼きもありがとう。リスタワー。ふくちゃん、並べ、あ、よかった、21時かと思った。ふくちゃん、ありがとう。キノコリスのタワー、ありがとう。かわいかった、いっぱい。ありがとう。すごい。純利益9億円弱。なにそれ。嬉しい。ちょっと待って、テトリス、テトリス3戦目いきます。どうしたらTスピンできるのかな、忘れちゃった。何するのよ。テトリスよ。テトリスやで。おわっこり。基地並べする？21時からしようかなと思ってたけど、もういいかな。うん、資本的債務、負債があるの。なんで配信で人気なの。なんで、人気ですか。私なんでみんな私のこと好きになったの。渡辺さん大好き、神崎渡郎さん、ありがとう。リコチーロペンライト、してみる？いいよ。何万稼げるか。あくび出しちゃった。ねえねえ、業務連絡返すね。よし、七並べしよう。七並べ。4位続いたら私も。あ、私は今自分のところで9位。じゃあ7時30分、あっちの時合ってない。おー、すごい。うわー、こんにちは。すごいすごい。筒井あやめさんからですか。もう筒井あやめさんについてはもうずっとライブでポニーテールをしてくださって本当にありがとうございますって言いたい。可愛すぎますって伝えたい。すごーい。筒井あやめさんの乃木曜日からですか。ありがとうございます。すごいすごい。タムの名前は、ね、全然違う。タ
いです。え、本当に七七…え、乃木帯から見てくださってありがとうございます。え、伝えておきます。やったー、また君かいって言われてる一面。いつもありがとうございます。これ何、自動と…え、自動飛び飛びサービス、これ久々、自動配信飛び飛びサービス久々、すごい。え、ミーグリで伝えておきます。だってカスさんいいね、ありがとう。え、すごい久々。いつもなんか手動で来てくださってる方とか、そう、え、手動でも来てくれたの嬉しい。自動ですか、え、手動、今日は自動、すごい。お久しぶりです。皆さんこんにちは、たまらまゆです。え、ねえ、みんな聞いてほしい。え、じゃあさ、私さ、もったいなくて一人で見れてなくてさ、ずっとさ、大切にさ、大切にさ、保管してたさ、見てほしい。じゃあね、田村真由さんの写真集。え、すごい、じゃん。え、嬉しい。これじゃあちょっと一緒に見る会開きませんか。え、私ずっとあの大切に、そうそうなの、嬉しい、ありがとうございますだよ本当に。でこれをね、ずっと一人でもあの見るなんて申し訳ないなと思って、なんかもったいないなと思ったから、みんなで見ませんか。じゃあ一緒に、ふっぽさん、ミラボありがとう、フラベさん、おたやんさん、たいやきありがとう。今日は朝もう絶望的に、もう絶望的な朝を迎えたんですよ。もう眠くて眠くてたまらないっていう朝だから、田村真由さんと久保志織さんのあの新幹線のアナウンスの乃木坂配信中を見て元気出しました。フリマルおバカさんありがとう、キノコ福ちゃんありがとう、キノコリス、キノコリス、渡辺さん、フォーエさんありがとうございます。まだね未開封なのでちょっと開けていきましょうよ。ヤッホー、ルームのフォローありがとうございます。鼻血出ちゃう、本当輸血必要なのでは。そう、さっきね食費の経費の生産終わらしたので、ちょっと嬉しいご褒美ですね。きますか、田村真由さん好きよ。でも久保志織さんもすごい好き。え、マジさ、あの二人の仲の良さがさめっちゃ出てて、可愛すぎましたよね。テンション高い久保志織さんが可愛い。でもなんか久保さんは三期生さんで、田村真由さんは四期生さんじゃないですか。ちょっと待って、田村真由さんは四期生さんじゃないですか。なんかここでなんか木を越えて仲良くなってるの素敵やって思って、生きてましたよ皆さん。ああ来ました。そう、テンションの良さが良かった。では、うわー、では開けちゃいましょうか。カレンも、そう、遠藤さくらさんのカレンも私ぜひ、ほんと、それでは行ってきたいと思います。ポストカード、かわいい、ちら、かわいい、ドアップのやつです。やばい、めっちゃかわいい。唇プルプル、かわいい、唇プルプル、わあ、肌めっちゃ綺麗、わあ、私は写真集出してないんですよ。ちら、では、かわいすぎないか。8時間かかっちゃう、すごい可愛い。このヘアメイクした人天才ですよね。田村真由さんの良さが引き出すぎてる。この犬になりたい、おお、犬になりたい、可愛い、これ1枚。こ
これ一枚ね、乃木坂のマネキンさんね、そう、名付けられてた。ねえ、かわいい。なんかもう写真から田村真由ですって聞こえてくる。すごい顔が。おー、恋に落ちた瞬間始まりました。ぽゆーさん、きのこありがとう。確かに広島ね、行きました。皆さん可愛かったけど、ほんともう選べない。犬になりたい。犬になれる。かわいい。白いワンピースが似合う。かわいい。顔がいい。顔がいい。私も写真集出すの夢です。もし私が写真集出したら、その時は皆さん見てくださいますか？広島行きましたよ。2日目。あ、1日目。うん、2日目行きました。神宮はね、行けてないんですよ。買います。爆買いします。嬉しい。本当？手動でも来てくれてて嬉しい。犬役やる。だって犬になりたい。犬になりたいよりすごい発言だ。産毛が可愛い。オフ。ああ。2日目一緒でした。おお、ゼブラさんありがとう。会場で見た気がします。ひときわ目立っていましたか。48冊も嬉しい。2日目行った？嬉しい。同じ空間にいたんだ。私は2日目だったらあれですよ、井上凪さんが言葉にね、ちょっと詰まってる時に頑張れーみたいな感じにファンの人が言うんですよ。頑張れー。それで凪ちゃんはもうすでに頑張っているだろうって言ったのがめっちゃ好きでした。あれはもう MVP です。もうメンバーさんじゃなく、もうそのファンの方がもう MVP。 つまり推しはトーク撮ってるのは山下美月さんです。やっぱりね、ちょっとおおお、あみあみ山下美月さんの、そう、十分頑張ってるだろうって言ってて、素敵やないかってそうなりました。あったね、爆笑した。私も嬉しい。フォローしてくれて嬉しい。フォーユーさんありがとう。キノコ、でも山下美月さん、私結構やっぱり斉藤飛鳥さんの、本当に斉藤飛鳥さんがずっと好きだったから、ね、1日3通来るからさ、嬉しいのよ山下美月さんね。でそれで斉藤飛鳥さんがずっと好きで、で乃木坂さんももう箱推しでも、わかる。デコピンめっちゃ可愛かった。レンタンってなったよね。オタクだったら私レンタンってなってるよ。私レンカさん可愛すぎましたね。おおって。でさくらさんもおでこを恥ずかしそうになんか出してて、いや可愛いってなった。見ていいんですかおでこみたいな気持ちになりました。おいくつですか？21歳です私。しかも私もメール7つ送ってますね。いやデコ出し、なんかそんな恥ずかしそうに、そんななんか顔をあからめながらおでこをねチラッと見せてくれるさくらさんに、見てはいけないものじゃないですか、大丈夫ですか、見ていいんですかって、そうそう思いました。可愛かったよね。好きです岩本蓮香さん。ぽゆさんありがとう。きのこトークやってるの、リコチメールっていうのを送ってます。 STU のモバイルメールを送ってて、18くらいと思った。ほんとでもいつもはちゃんと、いつもはメイクしてるよ。けど今日はメイクせず配信、もう今日はずっと寝てたんです。私今日一日中10代かと思った。本当です。好きです。そりゃみんな好きです。ちっちゃい皆さんも可愛い。 Oh my god! Oh my god! 肌です。そう、優しい。
ちゃ読むよ。え、可愛いって言ってくれるの嬉しい。すっぴんメイクしなくて可愛い。うん、前髪すぐ触っちゃう。確かに昨日はね、もうちょっと忙しくってあんまり送れなくって、今日はココナッツも送ってるのか。可愛い、優しい、優しいね。撮ってくれるの、リコチンメール。もう何してるか多分もう、でもメンヘラにならないよ、だからみんな。あ、リコチこういうことしてくれるのだ、ね、よかった、安心した。やるかも。ご期生で気になるのは、最初お披露目の時見て、あ、可愛いと思ったな、ほんと富里奈央さんで。そして、あの、考えないようにするとか、もうなんか震えながら披露してる姿にすごいなんか私はグッときて、高校生ぐらいかと思ってた。嬉しい、そんな優しい、可愛いなんて言ってくれて。リコチンエール嬉しいよ。TGC 可愛かった。似てる、でも系統似てるって言ってもらえて嬉しいの。もうなおなおさんのアクリルストラップとか持ってます、大切にしてます。ぼうゆさんありがとう。きのこ、うん、そう、生でさ見たよそれ。私はトロッコでね、与田祐希さんが近くに来てくれて、与田ちゃん行かないで、さくらさん、さくらちゃん行かないでなってましたね。震えながらさ、そう、初披露だったんだね。もうたまらんくてグッときましたね。皆さん可愛かった。なんだろうな、びっくりしたのは本当、うん、叫びでした。もう、うん、もう喉が痛くなるぐらいもう叫びました。完全にオタクしてました、広島公演では。でも、うーん、びっくりしたのは、あのレノさん、中村レノさんの本当等身バランスの良さ。お顔がちっちゃくて、スラーって、体が、あの、背が高くって顔がちっちゃくって、お人形さんのようじゃないですか。もうびっくりしましたもん。で、髪の毛がその時はストレートヘアだったんですよ。もうびっくりしました。え、誰この美少女、ってなりました。そう、ケンタッキーさん、たい焼きありがとう。フォーユーさん、キノコありがとうね。 Xのアカウントはね、インスタグラムはないんですけど、 X のアカウントはあるので、ぜひフォローしてくださると嬉しいです。レッツチコチコですね。スタイルエグすぎて、わかる。でも、あの、なんかの曲の時に遠藤さくらさんと久保しおりさんが新芽になってて、え、良すぎないこの新芽って思いました。遠くから見てて、顔ちっちゃくてすごい華奢な2人、手足長くて、めっちゃいい、バランスいい新芽やって、ちょっとドキドキした。カジュさん、レインボースターありがとう。え、ね、美女爆発してたよね。フォロー嬉しい、ありがとうございます。フォローしてくれてるよって、嬉しいです、してますよって嬉しい。仲間だよ本当にね、ヨーロッパ人形だよね本当、聞きっちゃう、嬉しい。うん、でもね、ブログよ、私結構ブログとかなんか頑張ってるメンバーとか、そう、オタク、マジオタクなんですけど、まめなメンバーとかすごい好きなんですよ。だからすごい、池田テレサさんはそういうとこすごいまめだし、ボリューミーだし、もうそれはもうずっと初期から変わってないじゃないですか。あのリレーブログの方でも最初からすごいもういっぱいたくさん書いてて、あー、もうすごいこの方はすごいなって思ってる。友達になれそう、なれるね。 STU はね、ライブあります。瀬戸内7県を拠点にしてるんですけど、広島で主にライブすることが多いですね。でも、あ、東京に行くこともありますよ。フェスとかで9月10日にオンコロライブ、池袋で開催されるオンコロライブっていうのがあって、そこにね、ゲストとして、あの、出演させていただきます。無料でね、見れるライブで、あの、チャリティーイベントなんですよ。なので
もしね9月10日暇かな見に行ってみようかなと思ったら池袋ぜひお待ちしております。あとは9月18日にファングフェスっていうのにも出演させていただきます。でもそれはもうねあれ終わっちゃったんですよねチケットが。だからそうわかる忙しそうな人ブログさ手抜かないの本当にさすがだよって思う。論文だよね本当に論文レベルでボリューミー。そうそして ST48 とね現在ツアー中なんですよ実は。もうねでももう千秋楽に向かって走ってて私が次出るのは8月、あもう9月ですね大丈夫そう9月29、30そして10月1日の大阪公演ですね。大阪公演と広島で行われる打ち上げ祭に出演することが決まってます。確かに明日はね YouTube で謎のねなんか配信があるから明日の8時とか暇だったらぜひでもあれは本当にメンバーも分かんない謎のイベントなんですよ。あれ配信なんですよね。コラボとかできたら嬉しいよね。そう次は新潟なんですけど私はね新潟出ないんですよ。そう謎あれは本当に分かんない。なんか巷では縦読みすると新選抜っていう文字が読めるんですよね。だからなんか発表があるのかって噂になっております。マスタングさんキノコありがとう。あー猫舌そっか残念。じゃあもう二窓でねえあごめんなさい。ティフもね出てないんですよ。期待ですね。そういうのは選抜メンバーが出てて私は選抜メンバーには選ばれていないのでそういうのは出れなくって。でもね選抜に向かって頑張っているのでね次とかまたそういう機会があればね次はまたみんなに選抜に入って会えるといいなと思ってます。マスタングさんキノコありがとう。すっぴんです。今日はねもうずっと寝てたよ。アンダーなんです。でもさなんだったっけアンダー曲踏んで松尾美優さんの踏んでしまったみたいなもうすでに踏んでいるみたいなえって今までのなんか乃木坂さんの曲にはないようなさジャンルの曲でなんかちょっとボーカー踏んでしまったかありがとう教えてくれてボカロみたいな感じでさすごいなんかかっこよくって物語感があってすごい好きでした。応援するって嬉しい応援せなあかんなって嬉しいありがとう優しい。でもどんなね結果になっても優しい。かっこよかったよね。わあゼブラさんキノコありがとう。これ忙しいの？そうなの？パフォーマンス絶対やばいよあれすごい。なんかちょっとそんな感じだった。しょ耳は生ドルね出てみたいです。いつか乃木坂のメンバーさんにお会いしてみたいです。ね頑張りましょう選抜。演出感動した。絶対感動するね。あれはなんだったっけシンクとマグカップの柿作さんのお二人の私はもう好きですね。ああいう世界観。コールが忙しいのか。タマラマユです。今見てるよ見てるんだから私。タマラマユです。マグカップとシンク逆だった逆マグカップとシンク好きだって思いました。もうねマーメイドなのよ。白でレース白の習字は
今年のあの書き初めなんです。選抜に選ばれて健やかに生きて、そしてみんなに恩返しができたらなって思ってます。今日はねすごい健やかでした。うん、お利口さんにぜひなってください。全国のお利口さんが歓喜の涙一緒にね、なんかお祝いできると嬉しいよね。あ、行ってらっしゃい。そっか、もう8時から。私インスタグラムの持ってないから、もう誰かもう見たいって。死にお前嬉しい。生ドルいつか出たいですよ。憧れの番組です。確かにもうずっと、このさスタイリングほんと天才だよ。まゆちゃんの良さがすっごい出てるよ。オタクボイス。かわいい。かわいい。デートしてるのかな僕たちって。付き合ってるみたいな。これってさ付き合ってるよね。これって僕たちデートしてるってことで合ってるよね。面白い。かわいすぎる。野球のユニフォーム着てました。おお大人。髪の毛がまたかわいい。そう、私のファンの方をねお利口さんって呼ぶんですよ。もしお利口さんになってくださると嬉しいです。出てみたいですよ。ぼうゆさんありがとう。きなこさんファンの方の総称をねお利口さん。おお美しい。美しいね。美しいね。ほんといいわ。お利口さんなんてくれる。嬉しい。もうねウェルカムよ。ウェルカム。嬉しい。かわいい。青い空、青い海、白い眉たも。もう可愛すぎるでしょ。YouTube もうね、可愛い。でもさ、私こういう飛び飛びサービスとかがなかったらさ、私の好きなものについて語れてなかったからさ、嬉しい。飛び飛びで乃木坂46大好きな皆さんが来てくださって、私も好きな乃木坂さんについてお話しできることができて嬉しいです。ハウスはなかっぱ。はなかっぱダメよ。はなかっぱ、私はなかっぱの声真似がすごい得意なんですよ。確かに似てる。はなかっぱのアニメとか見たことありますか？あ、そうなの？同い年。そうなんだ。でもさ、4期生さんの中では最年長じゃん。かわいい。確かにね。ありがとうございます。あ、もう時間じゃない。8時。明日昼晩。そう、私もこのカッパもねすごい得意なんですよ。語らせてくれてありがとう。聞いてくれて。確かにね、似てる。ちょっとなんか清楚なところとかは似てると思います。お箱って言われて。お話しするよ。乃木坂さんのこと好きなメンバーいっぱいいるから語ったりするね。アムフォーメーション天才じゃないみたいな。あの子が入らなかったの意外だねみたいな。結構もうそういうオタクの話ばっかしてます。部活サボってた。強い。大好き神崎バタロンさん、ハートありがとう。また見に来てね。嬉しい。お利口さんありがとう。ね、トレンドにもなった。部活サボってたの。青春。おおふ、かわいい。マジ。あら、あ、ちょっと戻る。私やっぱ結構透けてる系が好きかもしれない。5期生さんだったら富里奈央さんがね好きです。でもね、山下、
私もともと斉藤飛鳥さん推しなんですけど、山下美月さん、依田祐希さんはすごい好きですね。そう、深川麻衣さんとお誕生日一緒なんです。今いらっしゃるメンバーさんだとやっぱ3期生さんがやっぱりね特別かな。え、オーマイガーね、あ、あったね。え、スケスケ好きだな。こう思う、オーマイガー、オーマイガーだよー。好きになる基準わかんない。あ、でも4期生さんだったら遠藤さくらさんが好きかな。田村真由さんも好きだし、もちろん筒谷あやめさんも好きだよ。可愛いもんだって。あんな吹かない、海外旅行行ったみたいなエピソードを見て強いと思った。可愛いんだけど私も可愛い。うーん、うちのせみくさん、みーきゅんきゅんも私好きですよ。もう可愛くて私もみーきゅんきゅんもう虜です。え、絶対私もうね、あの広島公演でみーきゅんきゅんしてくれたんですけど、ハマりました。大好き関西渡郎さん、ハートありがとう。重なっとる、マジ。カレン絶対もう見たい。足長プリケツオフ、お肌も綺麗、かわいい。かわいい。いやー、ごめんなさい。にゃんにゃんにゃぎも好きだよ。にゃんにゃんにゃぎさん好き。みーきゅんきゅん、ほんと似てる、嬉しい。系統似てる、かわいい。結婚ですかお互いになってる。正気さんいいよ。バンドエイドめっちゃ好き。結婚やないか。そんなところに座っちゃうの、どこそこ初めて行った乃木坂さんのライブはそれこそ真夏の全国ツアー、あーやもかわいい、あーやをめでる、みーきゅんきゅん、わかる。ゆみきさんも好き、さくたんさんも好き、うまひよきも好き、かわいいね、全部皆さん好きです。光たちうお、え、光、え、待って、もしかして、あ、どこだった、来てなかった、来たかもしれない。あのね、そう、ヤフオクドームでした。いつだっけ、あれは自己中じゃない、ん、自己中か、自己中の頃ですね。肌様の次の全国、真夏の全国ツアー。君にときときめきめきときめいて、気持ちがそわそわするの、本当は黙っていようって、気に来てて、あ、わかる、伊藤真理香と、いやだろうが、え、伊藤真理香さんも私好きでしたね。あれ2018年か、もうすごい好きでしたね。そこが初めてのライブ参加でした。私山口県出身なんですけど、あんまり東京行けなかったので、全国ツアーにね、乃木坂さんが福岡に来てくだ、かわいい、え、かわいい、そう、福岡に来てくださった途端に兄と兄のお友達に連れて行ってもらいました。だからやっぱ同級生とかで、そう、好きな子あんまりなかったかな。大丈夫、あの、え、わかる。佐藤理香さんはあのオーディションの時見てました私佐藤理香さんはずっと見てた、鶴折ってる。そう、いや、好きな子いっぱいいたけど、一緒にライブ行こうって言ってなんかいてくれる子いなかったんだよね。そう、かわいい。でも結構誰だろう、
ねえねえ、明日のスケジュールは？マネージャーさんに。桜坂さんはあの増本キラさんをドロカツ時代からそれこそオーディション時代から推してました。あとは高坂まりのさんですね、はもうサンゴちゃん時代からもうサンゴちゃんサンゴちゃんって私はずっともう子さんぶってんじゃねえよって感じだけどもうめっちゃ好きでした。そうめっちゃ好きだった。何マジ好きになってくれた。あやめ好きですよ。日向坂さんはそうやな。でも斉藤京子さんはすごい好きです。今日お誕生日なんですか斉藤京子さん。もうでしょ高坂まりのさんめっちゃ好き、かわいい。そうそうきらこさんも知れそうめっちゃ詳しいって言われてる。うーん、でもなみんな好きなんだよ本当に。そう山口県出身、そう斉藤京子さん好きだし、でもトーク撮ってたのは斉藤京子さんとニブさんでした。そうなの。ニブあかりさん、私の兄がニブさん好きでニブちゃんニブちゃんって言ってて、そう。そっからわかる。オーディションはもうショールームコメントしてた側でしたよ。リップ何使ってるのとか。そう。そうなんですね。坂直さんも可愛くて綺麗で好き。ニブさん好き。一緒だー。一緒。私もニブさん好き。完全同じ。やばい。遠藤さくらさんですか。やばい。私でもあの新規メンバー、あの乃木坂さん以外のあの新規メンバーさんは。まだ終えてなくってあんまり。そうそうなんですよ。もうみんな好き。井上里奈さんもね、髪の毛ボブにしたじゃないですか。最初長かった、もうめっちゃ昔の話ですけど、めっちゃ最初長かったのにめっちゃボブにして可愛いって思いましたね。まつりさんも、まつりちゃん、あでも私欅坂さん時代だったらあの本当渡辺梨香さんがずっと好きだった。ペイちゃんペイちゃんって言ってた私は。かわいい。かわー、ちょっとため息が出ちゃう。優しいね、かわいいか。ほんと確かに正源寺さんはね可愛い。うん、本当にシーラカンスのセンター。オーマイガー。あ、私この写真すごい好き。いちご、あー、そうなんだ、面白いんだ。今イギリスにいらっしゃるの。追いかけちゃおうかな。あおこは持ってないです。あおこってさ、どうやって作るんだっけ。あおこってどうやって作るんだったっけ。あおこなんかさ作り方、あ、こうか、こうだ。あおこ、いやーなんか懐かしい、すごい好きでした。あ、短期留学中なんですね。そうなんだ。パン焼いてくださいね。もう山口の血だからかな。かわいい。この格好をした天才、親指を外側に、し君の肌にレボリューション。握手会とかいいですね。かわいい、かわいい、かわいい。あーでも高田のなでしこさんは
ももなさんがすごい可愛くて好きですよ。スパパンやないかー。ごめんなさい、すっぽんぽんやないか。何ページ見てるの。もう結構最終ですよ。かわいい。お、あともうちょっと。あ、終わっちゃった。あにゃ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 。グアム？パラオ？いいな、グアム。何オフ？もう500オフでしたね。あ、遠藤理子さんめっちゃ可愛いって思ってました。あー、可愛かったです。落ち着け。すっぽんぽんやないか。夢中になってちょっと見ていました。あー、ね、ほんと。フェイバリットページ、あのウェイトレスの格好をしてるツインテールマユタンはすごい可愛すぎました。マユタンさん。ほんとはもうね、良すぎて。いちご食べてるカット私好きなんですよね。あー、山口県出身の。好きです。夏の近道。ほうほうほう。しずきさん可愛いよね。好きです。おいらのスケジュールどいつ来るの。ありがとうございます。エンリコクドリコ、確かに。名前が似てるから、私のこと、うん、配信はじ見てくださったんですか。嬉しい。ひすきさん可愛くて、可愛い。私がじゃあ写真集出すってなったら、かき氷カット、かき氷食べてるカットがね、もし出せたら嬉しいよね。それがいいね。リコチ今日でファンになった、嬉しい。ありがとう。ファンになってくれて嬉しい。好きになってくれたの嬉しい。リコチ歌ってよ。歌うなら何が。じゃあ確かに、でももうこんな時間、私結構配信してませんか。何でから私配信をしているんでしょう。17時20分から。もうじゃん。やばい。もうじゃん。もうじゃんとは。じゃあ1曲だけですよ。リップをさ、うん、こんなに皆さん温かい皆さんが配信来てくださるって思ってもなかったから、すごい嬉しい。もう3時間ですよ。あ、うっぽさんミラボありがとう。私お一人様天国さ、まだ歌えないですね。さん、ハートありがとう。私結構長い配信が好きです。人生方向音痴さん、ミラボありがとう。フリマロバカさん、ハート。うっぽさんもミラボありがとう。すごい。浦部さん、たい焼きありがとう。ツーデスさん、ありがとう。大好き。神崎バタロンさん、氷ありがとう。あ、確かにガールズルールは今私たち全国ツアー STU でやらせていただいてるんですけど、その時に歌わせて披露させていただいてます。じゃあガールズルールですね。広島。あ、じゃあ皆さんに最後の一曲、最後の一曲、最後の一曲。
最初で最後の一曲です。広島さわめ、めっちゃ好き私この、あのこれ大音量にしたい。お、来た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 、もうこの煽り大好き。海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、前回にした窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる、バスタオルを巻きつけて、10秒で水着に着替えよう、なんでも見せ合える仲じゃないか、ワンツースリー、スリーツーワン、女の子たちは真夏に恋して卒業してゆく、ガールズルー、カレーを
いつも坊主だからさ、坊主が屏風に描写に描写に絵を描いたの坊主だからさ、ちょっとあれだったかも、お断りしてたかも。皆さん、工藤理子のガールズルールを聞いていただきありがとうございました。すごい嬉しいです。たくさんの方に見ていただけてすごい嬉しい、ありがとうございます。ねね、ギフトもすごいたくさんいただいたよ。え、なっちゃん、コンコン、せいじさん、ミラボー、フォーユーさん、小型ペンギンさん、浦部さん、はじすけさん、おりちゃん、神崎バタロンさん、フォーユーさん、ホワイト、チコガチさん、ビッグボスさん、浦部さん、山猫坊主さん、人生方向音痴さん、コンコン、ツーデスさん、ホワイト、チコガチさん、ホーリーさん、ツーデスさん、ホワイト、チコガチ、すごい、はじすけさん、ビッグボスさん、ストーチのお日様さん、ナベナベ所長、カズさん、嬉しい、フリマロおバカさん、ミラボー、シャンくんさん、ペライト、おりちゃん、小型ペンギンさん、ビッグボスさん、人生方向音痴さん、浦部さん、ありがとう、ミラボー、嬉しいです、たくさん、シャンくんさん、ペンライト、嬉しい、ありがとう、小型ペンギンさん、ペンライト、ありがとう、はじすけさん、バディーズさん、ズーデスさん、ホワイト、チコガチ、瀬戸内のしつまさん、なべなべ所長、たくさんギフト嬉しい、カズさん、ミラボー、なべなべ所長、ビッグボスさん、マスタングさんも、ミラボー、たくさんありがとうございます。きよしさんも、はーさんも、ありがとう、フォロー嬉しいです。開幕鼓膜いきそうでしたかありがとうございます、ごめんなさい、本当にありがとうございます。皆さん、私の配信見ていただいて、こうやっていっぱい皆さんが来ていただけてとっても盛り上がりました、ありがとうございますね。そうです、私はあの月に1回あの感謝カラオケ配信をねしているので、あのもし皆さんあのリコチいいなと思ったら、ぜひルームのフォローしてくださっていてくださると、あのしていてくださると、あのそういう時もね通知が来て、ああ暇だから見てみようって時に、もしかしたら皆さん喜ぶ配信ができてたらなと思うので、よろしくお願いします。サミーさん、レインボースターありがとう。確かに、すごいたくさんねミラボー投げてくださってありがとうございました。フォロー嬉しいです、ありがとう、ありがとう、フォローしたよ、ありがとうございます。ぜひルームのね、あルームのフォローもなんですけど、あのツイッターも X か、レッツチコチコっていうねアカウントでやっているのでお得でしょ。そう、ぜひツイッターの方もフォローしていただくと、ちょいちょい私がツイートしているのでよろしくお願いしますね。私もすごい STU も好きだし、乃木坂46さんもすごい大好きなので、こうやって皆さんとねなんかつながりを持ててすごい嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。これから21時はね七並べっていうゲームもしようと思っています。2つともフォローしてありがとうございます行きたいぐらい、え X のフォロー、そんなすごいたくさんの方がフォローしてくれたの、わー、本当だ、なんか嬉しい、嬉しいです。すごい、工藤理子とかも調べてみたらすごいなんかいっぱい皆さんが恥ずかしい、なんかみんなが言ってくれてる、嬉しいです、工藤理子ちゃんに飛ばされたみたいな、この話してるみたいな、すごい、ありがとうございます皆さん、嬉しいです。 X の方でもいっぱい絡んでいただけると嬉しいです。じゃあこれから
あの私はお風呂に入ろうかな。ありがとう。え、ありがたい、本当にありがとうございますね。お利口さんになってくださると嬉しいです。じゃあまた明日。じゃあ壇上の方をお呼びいたしますね。39位から埼玉ハゲてるさん、二の丸さん、みきお先生、孫悟空さん、くにちゃん、そのみさん、きよしさん、ずーですさん、渡辺さん、たかひろマックさん、のれみおさん、ましょさん、みやみやみやさん、おりちゃん、ふぉゆさん、大好き神崎渡郎さん、バディーズさん、ルーカスさん、ぼやっきーさん、おとあめさん、けいせきさん、マスタングさん、なべなべ所長、チキン野郎七人のおバカさん、カズさん、ホワイトアチゴガチ、やまねこ坊主さん、はしもっちゃんち、ふりまろおバカさん、ストーチのひさまさん、うっぽさん、コンコン、人生ほこんじさん、そして本日の秋元先生枠は浦部先生でした。ありがとうございます。誠司さん、小型ペンギンさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はヤスくんでした。ヤスくん、ありがとう。小型ペンギンさんもタワーありがとうございます。お礼させてください。そしてヤスくんもタワーありがとうございました。またお礼させてください。そして第2位は福ちゃんでした。福ちゃんもタワーありがとうね。またお礼させてね、ありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんもありがとうございました。今飲み会に行ってるのかな。ありがとうございました。ジョージさんお疲れてありがとう。カズさんもお疲れてありがとう。皆さんありがとうございます。すごい、いつも残っていてくださるのすごい嬉しいです。お利口さん天国に来てください。バリーさんありがとう。じゃあ皆さん、またね、メールいっぱい送ろうと思っているのでよろしくお願いします。じゃあね、配信見てくださってありがとうございました。私も楽しかった。ひとちのひさまさん、ありがとう、ありがとう。じゃあこの後はえいえいお風呂でいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえいお風呂、健やかに。えいえいお風呂、お風呂入ってこよう。いっぱいちょっとデトックスしたいなと思ってるので、デトックスしまーす。えい、お風呂、健やかに健やかに。またメールで送るね。えい、お風呂。またね、お風呂配信センキュー。じゃあね、えい、お風呂切りますよ。